さあ続きやっていきましょう。前回どこまでやりましたっけ。全然覚えてない。あ、そうだ、窓ガラスを塗ったんだったで、まあ、あのボディをまあね仕上げちゃったわけですよ。いつも研ぎ出しの動画がね多いんで、まあ、いつもと同じ工程なので、まあ、どうやって研いだのかなっていうふうに気になる方は、まああのね、僕の他の動画を見ていただければわかるかなと思います。もう本当に同じとこ取ったってどうしようもないんだね。で、今回穴を開けます。これね、こういうふうに指示が出されてるんで、どこに何の穴を開けましょうみたいなねこと書いてるんで、これを開けます。とりあえず指示では 1.6 とかそういう感じでやってあるんですけど、まあ 1.5 のドリルでこうね力を見えてるね、力を入れずにこうねクリクリクリとこう、まあ、これ力入れちゃうとよろしくないんですわ。力入れるとね、塗装がパキーンっていっちゃったりすることもあれば、やっぱり食いついちゃうことがあるんだよね。ドリルっていうのは1回転に削れる量っていうのがねマックスで決まってるんだよね。なんでそれより大きく切ろうとしちゃうと食いついちゃったりしてよろしくないんですわ。なんでまあ力を入れずにこうやって削るっていう、削るねってやっていく方が一番綺麗にアクティ的な、でこう抜ける瞬間っていうのは食いつきやすいのでね、こう気をつけてそーっとゆっくりゆっくりやってあげてね、スボンとやるとあらやだ簡単、ほらバリも出ることもなくこう削れますよと。まあそんな感じで穴を開けます。まあちょっと今度はね、これほら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 ね、なんとまあ綺麗なことでしょう。でまあ今ちょっとね遠くから腕の辺とかね、こう持ち方とかね、どうやって持ってたかっていうのが分かってもらえたかなと思うので、今度は画面をアップにしてですね、ほら見やすい、ここですね、ここですね、見えるね、ここをこんな感じでここに力を入れずにこうクイ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 と、これねこう全然力入れてない、だからこう粉みたいなね、プラスチックの粉が、粉みたいなプラスチックの粉、なんじゃそれ、粉みたいな感じ、日本語って難しいな、まあこう思いっきり削ってます的な感じの分厚い切れ子は出ないんですね。ほら、なんという綺麗な穴が開いたのでしょうか。という感じで、ほら、ね、いいでしょ。で、本当は他の穴は 1.3 ミリで穴開けるんだけど、めんどくさがり屋の鍋さんは全部 1.5 で開けてしまう。開けるのは全部、ここあとも十字型に開けるんだ。こんな感じでね、こうクイクイクイとか力を入れずにね、ドリルが勝手に削ってってくれるから、見えるかな、見えるね、クイクイクイとか、もう気長にね、焦らずにね、クイ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 と。で破れる瞬間っていうのでは、そーっとこうね、優しくやってあげましょう。あ、ちょっと破れちゃった、ちょっとバリが出たかな、あ、出てねえや、大丈夫、完璧だ。ちょっとこっちから応急処置で少し穴を通してあげよう。えいやっと。まあ面まで取っちゃうとちょっと面倒くさい話になるんで、まあ面は取らないようにね、よっと、よしよし、こんなもんでいいでしょう。まああと多分ここにねアンテナとかなんかいろんなもん突っ込んだら消えちゃうからね。あれ、開けてはいけないところに開けたのかと思ってしまったぜ。これね、開けちゃいけない穴までなんか案内がついてるんだよね。それはちょっと気をつけないといけないね。こんな感じでクイクイクイと次から次へと
ただこう数が多いと人間っていうのは焦り始めて、どんどんこう力いっぱいね、早く作業をしようと力をつい入れてしまうという癖があるので、落ち着いてね、ゆっくり焦らずにのんびりとやりましょう。まあという感じでね、こう開けていくと出口でちょっとこうね、感覚が少し変わるのがね、分かると思うんで。あ、全然映ってなかった、申し訳ないね。場所によってはちょっとカメラ映りが悪いね。よし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 、えいっ、にゃっ、よっよっよっと。で、ここもかな、ここもだね。え、ああ、いいのか、あと。行った。仕事でね、削ってるのはね、金属ばっかだから、樹脂を切るっていうことね、よっぽどないんだよね。鉄とね、金属ってさ、全然違うんだよね。まあね、全然違うことぐらいわかると思うけど、樹脂系を削るときっていうのは多分刃がすごい鋭利な方がよく切れるんだよね。鉄を削るときっていうのはあんまり鋭利じゃない方が削れるんだよね。まあいろいろね、その話をしだすとね、むちゃくちゃ長くなっちゃうから、まあやめましょう。まあ鋳物とかあの辺を削るのはね、結構アルミとかもそうですけど、とんがったやつの方がいいんだけどね。まあいかん、この話は本業なんで相当長くなるのでやめましょう。よし、いいよ、いいね。なんかね、せっかく仕上げたボディに穴を開けるというのは緊張しますね。よし、ちょっと画面を広くしまして、でまあこれで穴開けの作業も終わりましたよとなるわけなんですけれど、こうしたら今度は他のパーツをつけていこうかなと思います。ではちょっと一旦カメラを止めさせてもらって、まあこの切れ子だらけの机をちょっと掃除いたします。さあ次は組み立てと思ったんですが、こちらヘッドライトにセミグロスブラックで色を塗ってしまおうかと。まあ相変わらず面倒くさがり屋な鍋さんは、あれですよ、ヘッドライトはまあ手塗りの方がいいんじゃないのかななんて思っちゃったりなんかしちゃったりして、だって面倒くさいよね多分。まあ、なんかすごいドロドロだな。まあこういうね、瓶がもうだいぶこうね、まあ、ドロドロ、これちょっと無理という時のために、まあこういったねエナメル溶剤を使って、まあこうやってねエナメルとでも書いておいて、専用のスポイトをね1本用意しておいた方がいいかな。まあこれでまあ適度な粘度になるまでちょっとこう薄めますよと。まあただ入れすぎちゃうと、ほんとね、1,2,3,4,5 個ぐらい入れとくかな、5滴ぐらい。まあどのぐらいっていうのは分かんない、それはもちろん乾燥具合だからね。あんまり入れすぎると柔らかくなってシャビシャビになりすぎちゃうから、今度その筆塗りが辛くなりますよという感じです。だから買った時の粘土っていうのはちょっと感覚的に覚えておいた方がいいね。ちょっとこれでもドロドロだな。1,2,3,4,5 滴ずつぐらいこう入れてね、結構ちょっと入れるだけで変わるからね。よし、
しょうか。まあこんなもんかな。もうちょっと薄くてもいいような気もしないこともないような気がするんだけどが、もうちょっと1,2,3,4,5滴でもよくかき混ぜてねやる。よいしょ、こんなもんでいいんじゃないかな。もうちょっと薄い気もするな。この辺の具合って難しいよね。まあ、この辺にしとくか。塗る時のちょっと高めの粘度っていうのもね、少しこう記憶しておいた方がいいかもしれない。このぐらいだったらまあ塗装ができるかなというのとかね。よし、さあ塗っていこう。ではタミヤがね販売しているこういう一番細い筆をね用意してやるとまあいいと思います。手軽でまあ値段的にもそんなに高くもなく、でこれなんだけど使っていくうちにだんだんとやっぱり毛がこうピンピピンと飛んでくるようなことになってくると思うから、まああえてこうちょっとね飛んじゃってピンとなっているところをこうハサミで切ってあげて毛先がまとまるようにしておいてあげる。まあ実際に使うところなんてほんと先端しか使わないんでね、余分なところはまあこうやって切っておけばまあまだまだ使えますよ。あ、これ1本飛び出てる。あ、大丈夫か。よいしょ。ということで早速塗っていきましょう。まあ塗る感じっていうのはまああの説明書に書いてあるんで、それを参考にね塗り絵をしていきましょう。まあここにねこんな感じで塗ってるからね。これねやっぱりなんだろう、年のせいっていうのもあるかもしれないんだけど、よしよいしょ、こういうのこういうのこういうのをね使うとしっかり見えますよと。でこうやってやってこうやって塗るからカメラでも見えるようにもっとアップにもっとアップにもっとアップでありながらもうちょっと上かな、こんなもんか。でもっとアップにするともっと見えるかな。この辺で作業すれば見えるかな。よし、さあもうちょっとこの辺、この辺か。ではやっていきますと。だからこっちからやるか。お手本がこっちになってるから。よし、いきます。で筆に適量をつけまして、もうちょっとごめんね、慎重になってしまう。間違えたくはないんで、まあ最悪ほんと拭き取れるっていう言い方があるんで、この辺かっていうと、もうちょっとこれをこう、よし、拭き取れるっていう利点はあるんですけどね、この辺ね。まあこのまず周りをこう塗って、メッキパーツなんでその見えにくいんだけどね、黒っていうのとかがね。中から外に順番で塗っていった方がいいか。ここは黒、よし、意外とやっぱりこういうルーペがついているようなこういうね拡大なんだろうする、これがねついてるレンズがついてるライトの方がまあ若干売り値は高く売ってるけど、やっぱりこういうふうに細かく見て塗れるっていうのはやっぱりいいね。結構ね見えてるつもりで見えてないんだよね。今まで僕もねこういったなんだろう、レンズ付きのこれを使ってたんだけど、使ってなかったんだよね、このレンズから覗いてやるっていうのは。だけど実際に見えていてもこれを使ってやることによって結構細かい作業ができるように、できるようにじゃないな、なんていうのかな、意外とね正確にできるんだよね、裸眼でやるよりも。
カメラから外れたらごめんね。結構たっぷりめにボタッと塗っておいた方が後で見栄えよく乾いてくれるんで、こう筆の跡が残りにくくなるんだよね。まあ最近のヘッドライトはこう凹凸が激しくて、まあかっこいいから、逆にね、なんていうか平面が少ない分筆の跡が残りにくくていいわ。見える？見えるね。よし、超真剣だぜ。こんな感じかな。これで片方が濡れたかな。うん、いいんじゃない。まあこういった感じでね、今ちょっとまだエナメルが乾いてないからしっかり見えないと思うんだけど、ちなみにこのスタンドライト、ルーペ付きのやつね、これはまあ普通にホームセンターで買った、意外と普通に売ってます。まあ値段的にはね、まあまあ高いんだけどね、やっぱりこれが僕にとってはすごくよく見えるんだよね。よく見えるっていうか、このね、蛍光灯っていうのもまたいいんだよね。 LED ライトじゃなくて蛍光灯っていうのも意外と僕は気に入って使ってる。いろんな面でね、いいんだよね、この蛍光灯っていうのが。 LED だとね、どうもね、研ぎ出しがね、うまく、なんだろう、光の加減が自分の目で見てね、加減がうまく決まらない時があるんだよね。まあそこは個人差だと思うからね、僕は私はっていうのはあると思います。はい、ごめん、ちょっとこの筆見る方向によってちょっとこうカメラに映らない時があるけど、ちょっと許してください。でこれはエナメル塗料なんで乾きが遅いんでね、じっくり時間をかけて乾燥させてあげてください。こんなもんか。あと縁を塗って。
塗り残しがないかをしっかり確認してねやるといいと思います。まあこんな感じになりました。ちょっとライトをどかしますか。よいしょい。こんな感じ見えるかな。というふうにね、エナメルを塗っていくといいと思います。では一旦またここでカメラを止めさせてもらいます。